皆さん、こんにちは、えー。今日はですね、エンジンオイルの交換動画作ってみましたので、ご参考になれば幸いです。ではですね、早速使用するオイルや小具類ですね、ご紹介していきたいなと思います。はい、えー、こちらに置いてるものなんですけれども、早速ですね、えー、オイルフィラーキャップを緩めておきます、えー。キャップをね、緩めておくと、オイルの排出がね、スムーズになりますので、最初にですね、緩めておくのをおすすめです。では、反対側に移動します。そしたらですね、オイルドレンサイズをね、12ミ、mm、リになります。 えこちらですね、えー、最初手で軽い衝撃を加えると緩みやすいですね緩んだ後はですね、えー、工具は不要で手で外せます左に回していけば緩む方向ですねで外る直前ですね少し押し気味にすると手が汚れづらいですね で、オイルドレンパンに、まあ、廃油をですね、このように排出させます。まあ、最初はですね、このフラットな状態で排出させるんですけれども、だんだんですね、廃油が、あの、もうこれ以上出ないかなっていう段階になってくると、えー、傾けるとかね、していきます。網があるとですね、取り外した部品をね、仮置きするときなんかに、すごく快適なのでおすすめです。灰油がですね、出てこなくなったら、車体を傾けて、えー、残油をですね、排出します。 まあこのようにですね、えー、傾けて戻して傾けて戻してっていう繰り返しですね。で、これをですね、えーまあ、根気よくね、続けていくような形になりますね。で、まあ、これをね、繰り返していくと、えー、中のね、灰色がしっかりとですね、きれいに、えー、抜け切りますのでですね、えー、心をですね、えーまあ、気持ちよく注ぐことができるので、私はこのようにやっております。 はい、えー、そうしたら、です、ね、俳優が出てこなくなるまで、まあこれを根気よくね、えー、繰り返していくわけなんですけれども、まあ、この時ですね、私が使っているような、まあ、オフロードバイクスタンドみたいなものとか、ですね、えーまあ、なんかこう、車体をですね、えー、軸にこう支えるようなものがあると、えー、非常にですね、作業が快適になります。まあ、ももも、ちろんんででですすね、なくてもできるんですけれども あった方がですね、えーまあ、力も、ね、かからずに快適になりますので、えー、何かね、えー、こういう支える軸になるようなものをですねご用意しておくとまあ良いかなというふうに私は思います。 はい、でですね、えー、俳油が出てこないまでね、根拠区繰り返してますけれども、えー、車体をですね、こう傾けたりとかしてるとですね、だんだんこう位置がずれてきたりとかね、そういうのもありますので、えー、ガレージなんかでやる場合なんかにはですね、えー、下を汚さないように大き,もの大きめのですね、廃油券を、ね、用意しておくと、えーまあ、間違いないかなっていうふうに思います。 まあ私の場合はですね、これ7リットルくらいですかね、えー、廃油系になるんですけれども、まあ、車のオイル交換も自分でするよという方であれば、まあ、12リットルとか15リットルとか、大きめのものを用意しておけばですね、安心かなと思います。えー、こちらのね、オフロードバイクの場合はですね、大きめの廃油系を用意しておいたとしてもですね、えー、この、 車高が、ね、高いので、えー、十分、ね、下に潜り込ませることができますので、えー、台は小を兼ねるというのは、ねえー、結構快適な環境になるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、そうこうしているうちにですね、灰が、ねえー、もうほとんど出てこなくなりましたね。はい でまあこれですねあのー、根拠よくですね本当に最後の一滴まで出てこなくなるまでっていう気持ちもあるんですけれども、まあ、ここぐらいまでね出てこなくなってきたらもうほとんどね出てこないので私はねよしにしておりますはい、えー、そしたらですね、えー、そろそろですね、えー、全部で切ったので、えー、次の工程にね移りたいなと思いますはい次はですね俳優が出てこなくなったらね次の準備に移るわけなんですけれども今度はですね えー、ブレーキクリーナーですね、えー、パーツクリーナーこちらをですね、えー、持って、えー、こちらのですね、あのーまあ、洗浄をですねしていきたいなと思いますはい、えー、次はですね新しいドレインワッシャーにね交換しますでこの新しいドレインワッシャーはですね交換しなくてもですね、まあ、2回に1回でいいやとか、まあ、特にそのワッシャーが 下手ってないから、ね、交換しなくてもいいやっていう考え方も、ね、あると思いますけれども、まあ、基本的にですね、えー、こちらのワッシャーは、ね、使い捨てということで、えー、交換しておいた方が、えー、オイル漏れとかですね、えー、そういった心配がないかなと思いますで同じサイズ材質であることを確認して、えー、次のね、えー、締め込みの、ね、準備に行きたいなと思いますでその前にですね、えー、汚れを洗浄しますでですね新しいドレンワッシャーをセットしてでまずですね、えー、初めはですね 工具を使わずに手でで締め込んでいきます。最初からね工具を使うとですね、えー、斜めに入ってしまったりしますので,でそれからですね灰油で汚れたアンダーガードを洗浄します。で1 2ミリでですね、えー、本締めをしていきますね。 はい、で、この時にですね、締めすぎはね、注意ですね、えー、このドレンボルトの締め付けトルクは、えー、2キロになっておりますね、これ、取説にこう書いておりましたので、なので、えー、締め付けすぎ、えー、は注意ですね、で、本締め完了後です、ね、再び廃油で汚れた部分を、えー、洗浄していくわけなんですけれども、えー、このようにですね、車体を傾けながら洗浄して、えー、行っておきますので、えー、ちょっとですね、浮かして、ですね、この軸になるような、えー、オフロード、そのジャッキスタンドみたいなものがあるとですね、非常に快適にできます。 もちろんなくてもできるんですけれども、あった方が、えー、力がかからずに快適にできるので、何か一、ね、つ用意しておくといいんじゃないかなというふうに個人的には思います。そしたらですね、反対側に移動します。はい、でこの反対側にですね、えー、今度は移動しまして、えー、新しいエンジンオイルを、ねえー、注ぐ準備をしていきます。はいえー、新しいです、ね、エンジンオイルは2リットルのオイルジョッキを用意して0.8リットル、ね、水で注いでいきますね。 使うのはですね、モチュールの 300V のオフロード専用のシリーズですね。えー、ファクトリーラインのオフロードの、えー、専用のシリーズですね。オンロードもあるんですけれども、オフロードラインの方が、よりオフロード走行をね、想定した専用のオイルっていう風に聞いておりますので、それを注いでいきます。でこちらのですね、蛍光グリーンのエンジンオイルがね、えー、特徴的ですよね、モチュールといえば。 はい、でこちらはですね、えー、これから注いでいくわけなんですけれども、えー、これをですね外して、えー、新しいオイルを注いでこのキャップをね外していきますでこの蛍光グリーンのね、ンジオイルっていうのはどのぐらい入ってるのかなって窓があるバイクだったら分かりやすいしあとそのオイルゲージですね見たときにも付着している部分がね分かりやすいので、えー、私はね結構お気に入りのオイルの1つになっておりますそれではで、ねえー、0.8リットル注いでいきたいなと思います。 はいえー、0.8リットルですね、えー、多すぎても少なすぎてもなので、ね、ぴったり見ていきたいと思います。交換サイクルが長い方はね、0.9でもいいと思いますけれども、1リットルまでは注ぐ必要はないと思いますね。はい、で注ぎすぎはですね、クランケースの空間が減少して、ピストンの上下動の、えー、抵抗になると言われていますので、なので、えー、こちらのですね、えー、量あの、気にしながらですね、定期的なオイル管理が実施されることが前提であればです、ね、0.8リットルが私自身は適量だと思っております。 プラッチプレートのですね急激なトルクを、えー、増減にね耐ええー、摩擦の抵抗低減にです、ね、強靭な油膜保持、えー、性能を持たしたオフロ呂性能あの特化したねオイルなので、えー、こちらはお気に入りですねで新しいオイルを注ぐ前に後、ねえー、径の小さい穴に確実に注ぐためにジョー胞を使用していきますはいでこちらですね常胞、えー、を、ね注いでえー、使って注いでいくことによって、えー そのオイルををねねここぼしてししてままうことを、ね、なくします結構高いオイルなので、ね、こぼしちゃうとね、もったいないですからね。はい。なので、えー、こちらをね、注いでいきます。で、飲み込みのねスピードをね、確認しながら、慎重にね、最初は注いでいきます。まあ、初めてあのエンジンオイルの交換をするバイクだとですね、このエ,あのエンジンオイルの粘土と、この注ぎ口の後径の、まあ、大きさ、 でですねどのぐらいのスピードで飲み込んでくれるのかっていうのがね、分かりづらいところがありますので、最初の場合はですね、急がずに慎重にですね、どのぐらいのスピードで注いでいけば、えー、そのこぼさずにあの適量を、注ぎその、終えられるのかっていうところですね、確認しながら、えー、少しずつですね、やっていった方がいいかなと思いますね。はいまあ、結構ですね、バイクってね、注ぎ口狭いの多いですからね。はい はい、そしたらですね、えー、これをしまってですね、えー、今度はですねオイルフィラーキャップを締め込みますはい、手でね締め込んでいきますはい、でエンジンのね始動準備に移りますけれども、えー、今度ですね、えーまあ、こちらのですね、えー、お片づけしてですね、まあ、倒してですねこぼしちゃわないようにまずエンジンの始動準備に、えー、移ります そしたらですね、今度はエンジン始動させて、エンジンオイルを循環させます。エンジンをね、始動させました。でエンジンね、えー、始動させて、エンジンオイルをね、中に循環させるんですよね。そしたらですね、今度はエンジン停止後ですね、オイルパンにオイルが戻った後にですね、確認します。大体ね、これ1、2分ぐらいで乗っていくんじゃないかなと思います。粘度が緩い場合はですね。で、それですね、最初にふ拭いて、再びオイルフィルターキャップを戻して、で、今度は適量が届か,かれているかどうかの最終確認を行います。バッチリですね。ケ、OK、ーですね。 はい。そしたらですね、えー、オイルフィルアーキャップを締め込んで、これでエンジンオイル交換が、あの、終了になります。まあ、d i y 考えている方々にとってですね、少しでも参考になっていただければ嬉しいです。まあ、d i y 応援動画のね、制作を心がけてまいりたいと思いますので、まあ、高評価とですね、コメント動画、えー、いただければですね、え動画制作の励みになりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい